オリジナルから発売されたゲーム機。翌年には外装を変えた、オセロマルチビジョンにも発売された。セガエンタープライゼスの SG-1000 シリーズと互換性があり、同期用のゲームソフトが使えた。また、つくだオリジナルからも対応ソフトが、計8本発売された。本体に、オセロのソフトを内蔵し、カートリッジを刺さずに電源を入れると遊べる。 本体にオセロ用の A から H および1から8のキーがついている。また、本体にジョイパッド、またはジョイスティックやボタンがついており、コントローラーをつながなくても一人プレイ用のゲームを遊ぶことができる。1P2P P コントローラー接続端子もあり、SG-10002 付属のものと同仕様のコントロールパッドが別売りされていた。SG 用のコントローラ仕様可能。 定価は19,800円で、カタログによると本体が15,000円、内蔵オセロソフトが4,800円という内訳。しかし、オセロソフトの分価格が14,800円のファミコンよりも高くなってしまい、シェアを伸ばすには至らなかった。当時月間アスキーで行われていたオセロの自作プログラム選手権に2回使われたことがある。参考記録ではあるが、 最初の参加では高性能機を敵に回しながら、全発種中にくらいという高成績を収めた。しかし二度目は打ち方を研究し尽くされ、全敗に終わった。後期版の FG-2000 では、ジョイスティックをパッドや変更、またボタンの色も異なっている。プロゴルファーの岡本彩子をイメージキャラクターに起用した。また、1984年末には、 岡本綾子全英女子オープン優勝記念キャンペーンとして本体に岡本綾子のマッチプレイゴルフを同梱したセットも販売された。SG-1000 のゲームタイトル一覧も参照。ありがとうございます。